ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第318回配信を撮っていきたいと思います。ミンフィリアさんのクエストが出ておりますので受けていきます。レベル50クエスト、フラミンとアリス。石の家のミンフィリアは依頼したいことがあるようだ。ジュジュ、アルフィノから連絡があったわ。もうじき、ドマ難民の第一陣がこちらに到着するそうよ。長い船旅に、異郷での大移動。振動と相まって、さぞや皆さんお疲れでしょう。ラミンとセブンスヘブンが、ドマの方々のために食事を用意しています。フラミンに声をかけて、あなたも手伝ってあげてくれないかしら。おう。ユービーさんなんかこの間ってコメント違ったりする？帝国内の情報について我々が掴んでいる事実は全てお伝えしよう。ガレマール帝国は共通の敵でもあるのだから。なるほど。じゃあフラミンさんに話をするの自体は結構久しぶりだね。フラミンさんは、おや、サンクレットさん、こんなところに。控えめでありながら真の強さも持ち合わせている。東方の女性というのも魅力的だな。おいと、なんだお前か。なんか妖怪？うん、東方の女性も魅力的だというご意見でしたね。びっくりしたな。じゃあフラミンさん。あら、シャンメイさん、お食事の準備を手伝ってくれるの？助かるわ。では飲み物を届けてもらっていいかしら。お料理は外の酒場セブンスヘブンを切り盛りするアリスが腕によりをかけて準備しているの。そうね、彼女のお料理も運んでもらえると助かるわ。ここから届けてもらいたいのはこのローマニのワインよ。全部持ったらセブンスヘブンのアリスに声をかけてね。届け先は彼女が知っているわよ。ワイン、ワイン。じゃあ出ますかね。すごい、お食事の準備をお手伝い。人手が足りてないんだね、きっと。今からだってあれだもんね、人を迎え入れる、人手を入れるところだからね。なんか新入社員がいっぱい入ってくるみたいな感じだろうか。さて、アリスさん、かわいい。こんにちは、冒険者さん。お料理を運んでくださるのですか？ちょうど用意ができたところなのです。助かります。ではこの料理をすべてギルド本部の冒険者へ届けていただけますか？彼女がドマの方々のお世話をしているそうだから。アリスさんの手料理だ。すごい、グラタンかな。そしてラタトゥユっぽい感じ。うん、そしたらここを出たところのこの右手のこちら、あ、ちょっとチョコボキャリッチが到着したよっていう状況だね、きっとこれは。なるほどなるほど。ではギルド本部の冒険者さん、ドマ難民の第一陣が先ほど到着しました。長旅が重なり、皆さん疲労が限界のようです。早く皆さんに食事を配りたいのですが。いきなりワインとか渡して大丈夫？もうちょっと水とかの方がよくない？お待ちしていました。ご協力ありがとうございます。ああ、いい香り。私もお腹が空いてきてきちゃいました。私がいただきたいぐらいですよ。いただきませんけど。
長旅で疲れ切ったドマの皆さんも、この愛情たっぷりの食事をとれば、力が湧き上がることでしょう。ところで、この地でドマの方々が暮らしていくにあたり、新たな問題が浮上して困っているのです。なんだろう。すごい指輪くれようとするね、さっきから。じゃあ、本部の冒険さん、どうしたんですよ。レベル50クエスト、サハギン族の暗躍、レブナンツトールにいるギルド本部の冒険者は、気がかりなことがあるようだ、ジュチュ。レイクコブラ、あの、周回な大蛇をご存知ですね。最近、聖恋なく財団の調査地への道中に、嫌に数が増えてきていまして、当地に集う者は、腕利きの冒険者ばかり。これまでは、さほど問題にはならなかったのですが、子供や老人がいるドマの方々となると話は別です。この周辺の開拓で悲惨な事故が起こる前に、繁殖したレイクコブラ、ラムペットコブラを駆除していただけませんか。コブラの巣は帝国の飛空戦艦の残骸の下にあります。このエフトの腐肉を巣に使えば、ラムペットコブラをおびき出せるはずですから。導き出せるはず、おびきかな。うん、じゃない、向こうこっちだよね。微妙な位置関係だよねこのすごい遠くまで。ちなみにここの道が一番好きこのちょっと曲がった小道、レブナンツトール内では今の場所が。さあ、ではこの辺残骸のん、この辺、ここか。腐肉6個もあるけど、どういうことだろう。6箇所あるってこと。機会がある。消えてないということは、もう一箇所ぐらい。あ、やっぱり。めっちゃ視界が悪い。どうやら2箇所ずつかなそんな感じだね。残骸あった。あ、ここは一箇所なんだ。一箇所じゃない、一匹なんだ。他に残骸が。こっちは残骸ないしな。あ、意外と範囲が広いぞ。
これで4箇所。あとはちょっと離れた場所かな。あ、そうだ、あとで聖恋なく財団のとこ行ったら忘れずにクリスタルタワーの件の報告をしよう。クリスタル取ってきたよって。さて、あと2箇所。あと1箇所ですね。あ、見えてる。よいしょ。残るのはあれだな。すごい損した気持ちになるね。よし、これで、あとは戻って報告だね。うん。戻る前ですよ、この聖恋なく財団の報告を。でもこれ報告したら開いちゃうのかな、クリスタルタワーとやらが。残りの超高純度クリスタルは調達できただろうか。これだいぶ持ち歩いてましたけど、はい。おう、四属性の超高純度クリスタルが揃ったか。君には大変な苦労をかけてしまったね。ありがとう。これで調査は次の一歩を踏み出せる。とはいえ、このクリスタルはまだ原石の状態。確実に防衛機構の攻撃を反射させるには、成形して磨き上げねばならん。その作業にはまた君の力を借りることになるだろう。防衛機構を打ち砕く牙を作るため、よろしく頼むぞ。おお、こんなにダークマター G5。 なんだい、続きかい。ラムブルースは超高純度クリスタルを形成す成形する準備をしたいようだ。受注では超高純度クリスタルの成形をと言いたいのだが、属性の力を失わずに加工するにはクリスタルと同じ属性を持った特別な研磨剤が必要でな。その研磨剤となるレーサーはあまりに希少で、磨かれる宝石よりも値が張るなどと言われる代物。四属性分揃えるのは容易ではない。我々もかねてからウルダハの彫金師ギルドに収集を要請しているのだが、未だに吉報がない状況だ。そこで君は彫金師ギルドに向かい、レーサーの調達のために力を貸してやってほしい。君の協力は心強い追い風となるだろう。このレーサーの代金を君に託す。ギルドマスターのセレンティピティに渡し、一種類でも多くのレーサーを集めてきてくれ。レーサーって違う、ウルドハで掘れるあの普通の、あ、ここに持ってなかった。リティナスに預けちゃったかな、預けちゃったか。あれとは違うのかな。ウルドハじゃなかったかな。どっかでなんか似たような名前のやつを掘った気がする。違ったのかな。イベントだけの特別アイテムかな。よし、じゃあまたモーズナまではとりあえずワープですかね。さて、モードダまで戻ってまいりましたので、ギルド本部の冒険者さんに報告を。ご苦労様でした。あなたにレイクコブラを駆除していただいている間に、ドマの皆さんには食事をとってもらっています。
配膳がてら少し話を聞いてみましたが、皆さん疲労の色は濃いものの希望に満ちていました。私たちと良い関係が築けるといいのですが。そういえばミーフィリアさんが探していましたよ。何でも消失事件の調査に進展があったとか。石の家に行ってみてはいかがですか。なるほど。あ、今呪術師になってますね。報告ができないな。さあ、消失事件、何やら進展があった様子。何の消失だったっけ。クリスタルが消えたって話ではなくて、それとも連絡がつかない人たちの話だろうか。どうだ、足取りはつかめたか。ええ、思った通り、犯人は海賊団海蛇の下の連中ね。やはりそうか。こっちに何か動きはあった。いや、静かなものさ。アマルジャ族は時折フリートを召喚しているが、溜め込んでいたクリスタルを使っているようだ。ウリエンジェからも目立った動きは報告されてない。決まりね。どういうこと。ここ最近頻発していたザナラーンのクリスタルの消失、当初はアマルジャ族に流れていると思っていたわ。でも実際には流れていた先は海の向こう、バイルブランド島だった。ラノシアに。確かにしばらくおとなしかったサハギン族がここに来て活発に動いているという情報があるけど、まさか万神リヴァイアさんを召喚しようとしているの。残念だけどその通りよ。先のアマジナ鉱山社の事件を追ううちに海賊の関連を匂わせる証拠を見つけたの。そこで私はリムサロミンサに行って調査をしていた。国家団の調査隊に同行した結果、サハギン族による万神リヴァイアさんの召喚は目前に迫っているとの結論に達したわ。そして奴らは不滅なる者という何かしらの力を手に入れている。このエーテルの乱れ、想像以上ね。やはり神下ろしの準備を。うっせ、全ての準備は整った。我らが神を招き、ヒレナシどもを一掃する。そしてこの力を解き放って不滅なる者へと昇華し、あの方と同じ永遠なる時を手に入れる。我らの海を取り戻す時が来たのだ。ふわっしゃあの方。不滅なる者とは一体。ここまでか。
つなるもの、まさか二人とも大丈夫？今あなたも見たのね。不滅なるもの、永遠の時、つまりは不死の存在。おそらく白き衣の足縁エルディブスが言っていたことよ。だとしたら、あのサハギン族は超える力を持っているというの？メルウィブ提督から万春リヴァイアさん召喚の阻止、それに万が一の事態に備えて暁の力を借りたいと申し出があったわ。万春問題となれば断る理由はありません。リムサロミンサへ向かいましょう。私も行きます。タダルさん、留守をお願いね。おいおい、本気か、ミンフィリア。どうしても確かめなくてはならないことがある。答えがあるのかもしれない。超える力の真なる能力の。仕方ない、俺も行こう。もしもの時には名主様は俺が守るさ。ありがとう、サンクレット。何か起きたようだな。ええ、エオルゼを脅かしている旧敵万神が現れようとしているのよ。万神、私たち暁の決命はその敵を排除するために動いている。この地を救済するためにね。ならば私も力を貸そう。皆には世話になっている。少しでも恩を返したい。幸い腕には少し自信がある。それは助かるわ。私たちには少しでも戦力が必要なの。それにあなたにとってもエオルゼアが抱える問題を知るいい機会になるかもしれないわね。お、コンプリート。すごいいろいろくれようとしてるけど、うん、アイテムレベル90だから弱いんだよね。さあ、コンプリートです。さて、続きのクエストがミンフィリアさんに出ております。そして全然関係ないですけど、外ではリアルでは外は今の一瞬で大雨になりました。さあ、レベル50クエスト、二人の名手。石の家のミンフィリアは提案があるようだ。受注。万神リヴァイアさんの召喚を阻止するためには敵をよく知る必要があります。でもリヴァイアさんについては第七霊祭前、かつての海遊旅団によって討伐されたことがある。この程度の情報しかないわ。そしてヤシトラの話では召喚は目前。いずれにせよ情報をもとに作戦を立てている時間はないわね。まずはリムサノミンサのメルビブ提督を訪ねましょう。下看板層のブルワークホールにいるザントヘイルさんに申し出れば提督室へ通してくれるはずよ。久しぶりに言ったね、リムさんへの用事。多分ね、だいぶ行ってない。いつ以来？あ、前のお手紙配達、あの話以降言ってないですね。ではリムサロミンサへワープですかね。さて、リムサロミンサに向かおうと思っていましたが、こちらのことをすっかり忘れていました。まず志願兵が多分結構来てます。これってあ、一覧を開けるんだ。あ、違うな。志願兵一覧みたいのない。何人か来てるはずなんだけど。
おお、エルゼンさん。ホニタウ。おお、かっこいい。危険を顧みず、戦の冒険に挑む英雄の姿に感動してしまう。さよう。他の神関係。おお、男子のアウラ。あと何人ぐらい来てんだろう。これどこでわかる、それは。これいっぱいになったらどうなるんだろう。とりあえず採用しとくか。8人まで大丈夫だよね。緊急事態や不測の騒動に駆けつけては物事を解決する姿に心を打たれしよう。ほうほう。まあとりあえず呪術師さんいないし、ララフェルが多いんだよな。とりあえず採用しとくか。あ、なにこれかわいい。ゴールド操作で見かけた英雄の意外な一面を知って志願。本人と会う。この子はぜひ出たい。これはぜひ出たい。採用。あ、誰を辞めさせる。待ってよ。タンクが2人3人君だ。代わりに状態させる小隊員を選んでください。これなんかでっかくない？画面がでっかい。あ、これ小さくできない？これどっちがどっち？あ、はい。タンクがやけにいるね。よし。そして、お、招待任務が完了しているようですよ。早速結果を確認してみてください。完了。簡易任務、都市内の巡察に成功しました。レベルが上がった。これちょっと部隊の編成変えたいんだよね。どうやら初の招待任務は成功のようですね。もっともこんなお使い程度の任務に失敗するようでは先が思いやられるというものですが、ともかくこのように招待任務で経験を積むことで招待員たちは個人能力を高めていくことになります。そして個々の能力が高くなるほど任務の成功率も上がるでしょう。ほうほうほう。達成状況が火曜日にリセットされます。1週間に1回だけできる。あ、そうなんだ。さて次は訓練について説明しましょう。訓練とは我が招待の招待総合能力を鍛えるもの。個人の成長も促せますが、基本は招待そのものの強さに影響します。招待を訓練させたいときはここにあるタクティカルボードから指示を出してください。高難度の招待任務を成功させるためには訓練は必須です。訓練なくして勝利なし。召喚がかつての上司から教えていただいた言葉であります。それでは早速招待員に訓練を課して我が部隊を総者と随一の精鋭に鍛え上げてください。でちょっと鍛えたい部分を意識しながら選んでください。
訓練メニューを開く。あ、わかりにく。なんか極端に上げてもあれだからな。じゃあこの2つにするかな。身体と戦術を開始します。これって同時にできる？部隊の編成、タンクが2人だから彼を抜いて、レベル1、あー DPS がもう1人欲しいな。いや、安心できませんが、試す価値はあるでしょう。あ、訓練やってるとダメなんだ。じゃあ訓練やってない人ない？このマークは訓練中？ってこと？あ、そういうわけじゃない？はて。どういうこっちゃ。で、この子も訓練中だったよね。訓練中じゃない人。えい。え、厳しいって言われた。ダメか。そうだよな、ヒーラー2人おってもな。でも訓練中だからダメ？あ、やっぱダメなんだ。じゃあ、訓練終わるまで待とう。これは置いておこう。というわけで今回はここまでにしたいかと思います。第318回ご覧いただきありがとうございました。次回はリムサノミンサに行ってメインクエストの続きをやってるかと思います。では失礼します。